ホテルの夜景 JR 九州ステーションホテル小倉は、福岡県北九州市小倉北区の小倉駅にあるホテルである。2019年4月からは、同ホテルの運営会社名でもある。1973年開業の小倉ステーションホテルが前進。1993年から北九州モノレール小倉線延伸に合わせて駅ビルの建て替えが行われ。 1998年4月27日、ステーションホテル小倉として開業した JR 九州グループホテルに属する。開業当時の運営は JR 九州子会社の小倉ターミナルビル株式会社。2018年12月10日にフロントの7階への移設とともにホテル名を現行名に変更した。2019年4月1日に小倉ターミナルビルの ホテル運営部門を2018年12月26日に設立された JR 九州ステーションホテル小倉株式会社へ九州分割同日をもって新しく設立される JR 九州ホテルズリゾーツホールディングス株式会社の子会社となった一部はアミュープラザ小倉との実質共通テナントとして運営されていてアミュープラザ側からも直接行くことができる ありがとうございます。